義士四十七図、大石地から吉金、大石地から藤原義兼、大石義兼、元六十六年二月四日は、江戸時代前期の武士、赤楼市四十七氏の一人、陽名は松之城、通称は主税。父は、大石義尾、母は陸、弟に、大石吉野心、大石大三郎、また妹に、大石空と、大石瑠璃がいる。本生は、 藤原氏、家門は、右につともえ。元禄元年に、針馬国阿赤藩筆頭家老、大石義尾の着難として、阿藩に誕生。幼い頃には放送を患ったという。元禄十四年三月十四日、主君、浅野長則が、江戸城昇士王廊下で、吉良義中に人情に及び、浅野長則が、即日切腹、赤藩が過激となった時、吉金は、 数え年で十四歳であり、玄服前だった。阿光城を幕府の修正し、脇坂安章に引き渡した後、吉兼の父の吉尾は、縁早指において、反省残務処理に当たったが、この間の五月十一日、吉兼は、聖母陸や、弟吉野心、妹クートルリの四人を連れて、陸の実家田島豊岡藩過労石田浜以降の屋敷へ向かった。 この豊岡滞在中に吉兼は舞孔よりは差しを与えられた。その後、7月に吉尾が京都山品へ移り住むと、陸や吉兼たちも山品へ移る。この時吉尾は老人となった旧和公藩主たちから正式決判状を受けて、朝のけごか最高運動に尽力中であった。吉兼は12月に減服して、偽名に加わった。翌元六十五年4月、 義雄は、つまりくを離別して、幼い子供たちと共に、再び実家の豊岡へ返したが、義兼は、山品に残り父と行動を共にする。7月、浅野長則の弟、浅野長弘の広島浅野総計への長預けが決まり、浅野家最高が、絶望的となると、義雄は、丸山会議において、吉良義しへのあだうち一本に決定。 9月19日、吉金は吉尾に先立って、江戸に下り、柿見さないと名乗って、江戸では、日本橋国庁3丁目の宿や小山や野兵店に滞在。続いて下校してきた、大石吉尾もここに入った。12月15日未明、47名の阿公老子は、良義仲の屋敷へ打ち入り、吉金は、裏門隊の大将を務めた。激闘の末に、老子たちは、 木らを打ち果たして、本会を果たした。赤穂浪氏一行は、千学寺へ引き上げ朝の長野里の墓前に、木ら義仲の死休を備えあだ打ちを報告した。幕府は、赤穂浪士を読んだイメーにお預けとし、吉金は、堀部竹常、大高忠浦九名と共に、松平忠史寺木屋式へ預けられた。翌元禄十六年2月4日、抗議により、赤穂浪氏へ切腹が命じられ、 吉兼は同家お預けの10人のうち最小に切腹を応接かった。松平家家臣羽賀町坂への解釈で切腹。去年十六、最年少の老子だった。主君、浅野長典と同じ高輪仙学寺に葬られた。ありがとうございます。